パイロンの間を巧みにすり抜け、山も駆け上る。バイクを自由自在に操縦するのは警察の白バイ隊員です。泥だらけになりながら果敢に挑むのは、災害現場を想定した地盤が緩いコース。今月、全国から白バイ隊員が茨城県ひたちなか市に集結。その数およそ200人。白バイの頂点を決める全国大会が3日間にわたって開催されました。会場には多くのバイクファンも。すごかったですね、あの勢いっていうかね、あんだけの白バイが一斉に走ってくるっていうのもあまりないと思いますので、はい、やっぱりあの機械と人が一体になってるところとかはすごいと思いますね。そう、今大会で求められるのは人馬一体ならぬ人車一体。各種目では横幅30センチの一本橋をそれることなく走行したり、多くの障害物を地面に足をつけないで乗り越えていく競技も。愛知県警からは6人の隊員が出場。中でも今大会ひときわ強い思いを持つ女性隊員があります。第一交通機動隊長沢夢の巡査長、25歳、白バイ隊員4年目です。全国大会の出場は3回まで。長沢さん、今年が最後の挑戦です。一昨年は種目別8位、去年は個人総合で10位と、過去2回は悔しい結果に終わっています。あ、最後かっていう感じで、まあ、プレッシャーなんかまだ今のところあんまりなくて、今まで身につけてきたものが出せればやっぱり勝てると思ってるので。ある日の訓練。重さ300キロの白バイを意のままに操る長沢さん。コーチ曰く、全国トップクラスの走り。女性隊員にもかかわらずですね、やっぱり男性隊員顔負けのアクセルの開けをしたりとかしますので、今もここまで乗れてますけど、最初はもうこけてばっかりだったんで、まあ、あのそういった姿を見てるんで、大会に出れるっていうのは非常に嬉しいなと思っております。長澤さんをよく知る他の隊員たちは、すごいストイックですね。オンとオフがはっきりして、ね、訓練になるともうすごいね、はい、こう障害のことに集中して取り組める姿勢があるんで、自分に厳しく負けず嫌いだからこそ、最後の大会で何としても入賞したい。そんな長澤さんの練習をじっと見つめる女性がいました。まあ、当日行けないので、今日しっかり目に焼き付けて。一号機の長沢ゆめのの姉です。兄弟の中でも一番負けず嫌いなので、もうその気持ちを忘れずに最後まで走ってほしいなと思います。実は長沢さん、4人兄弟なんですが、両親含めて6人全員、警察官。小さい頃から白バイに乗る母に憧れ、長澤さんと2つ上のお姉さんは自然と白バイの世界に飛び込んでいたそう。一昨年の名古屋ウィメンズマラソンでは姉妹で先導を務めました。今は育休中ですが、去年姉妹揃って大会に出場し、姉の花野さんは個人総合で3位に入賞しました。バッチリです。絶対大丈夫。お姉ちゃんを超えるつもりで頑張ります。これは花さんだ。これはお母さんだ。みんなにね、切ったんだけど、ちょっと集める。いや、いい、ほんと
に本当にそういうのそういうのいいそういうのいいそういうのいい本当にもうだってだってお姉さん妹への手紙とチーム全員に差し入れです、去年まではライバルって言ったんですけど、まあ、自分はすごい追いかける立場でもう本当バチバチやってたんですけど、まあ、姉が引退してもう一番の最強の味方みたいな恩返しできるような走りができたらなと思います。家族の応援も背に大会当日、長澤さんは2つの競技に出場します。1つ目は走る、止まる、曲がる、基本的な運転技能が詰まったバランス走行、一発勝負です。ゼッケン224番愛知県警代表。ノーミスとはいきませんでしたが、大きな減点はわずか1箇所に抑え48人中9位。もう一つの種目で好記録を出せばまだ個人総合での入賞にも届く位置です。悔しいは悔しいんですけど、まだ終わりじゃないので、まだまだ上は狙える位置にいると思っているので、まあ、しっかり自分の走りをして、巻き返したいなって思いますね。2つ目の種目は曲線のコースをパイロンの間を縫うように走りタイムを争う傾斜走行競技。しかしあいにくのお天気、他の種目でも思わぬ天候で自分の走りができない選手が多くいました。しかし長澤さんはこれが最後の走り、これまでの成果を出し切ります。出だしはかなり順調です。コースは残り半分。あ、ここでまさかの転倒。これ以上は走行をさせてもらえません。元白バイ隊員のお母さん、何も言わずに娘を抱きしめました。もう最後の一本をちゃんと最後まで走りたかったんですけど、この大会すごい自分にとっていい経験だったなと思います。後悔はないです。ナイスランナイスラン。長澤さん、個人総合は35位と納得のいく結果ではありませんでしたが、同じチームの杉木さんがこの種目3位入賞を果たしました。男子は団体5位と大健闘。長澤さん、今後は全国トップクラスの走りで町の安全を守ります。